こんにちは。アシュベリーボーカルの慶作岸田です。この度、アシュベリー、10月の4日に、配信限定になるんですけれども、ワンマンライブ、いちご桜というのを、開催いたします。こちらのライブの方は、僕の、無料、配信アプリ、ツイキャスのツイキャスマーケットというところで、現在、購入できるんですけれども、配信限定となりまして、で、この日が、自分の旧友であった、戦友というか、桜塚役の、10月5日が彼、命日になります。で、今年で9年目なんですけれどもね、毎年自分なりに、何か、個人的にね、彼に思って、いろいろとやっぱり生前、恩しかない中で、僕にとっては先立たれてしまったので、結構同じバンドマンとしてというか、音楽マンとして、いろいろとこう、日々語ったりとか夢を、求めた仲間だったりしたので、なんで毎年、自分なりに何か思いを、届けるような、日、音楽で歌で日を設けておりまして、で今年はね、9年目ということで、10月の4日、命日10月5日なんですけれども、命日の方は、毎年避けておりまして、その前日にね、命日当日は世界中でやっぱ知られてる方なので、みんなでなんかこう喪に服すというか、ゆっくりしてもらおうかなっていうふうに思ってまして、なので前日に結構こうライブハウスで空に向かってね、叫びたいことだったり伝えたいことだったり、そういうのをねぶっ放してこようかなと思っております。で、さっきも言いました通り、配信の限定になりますので、よかったらねチェックしてもらえたら嬉しいなと思います。今年は、彼に、なんかこう音楽マンとして報告できることもありますし、今回、アシュベリー、今ね、ギター、宮地康明、ベース、アッシュ、ドラム、シュート、やってるんですけど、多分ヤックンはほとんどね、知らないというか、アシュベリーという存在も知らないと思うんですけれども、そういう意味で言えば、僕個人的なヤックンへのこう思いというものに今回、宮地康明、アッシュ、そしてドラムシュート3人を付き合わせるような形になっちゃうんですけれども、ライブ自体は、ヤックンとのこうエピソードを語るような内容ではなく、いつも通りのアッシュベリーのライブを、元気だよっていう、頑張ってるよまだっていうのを届けられたらなと思います。そこにね、自分個人的に、そういう日だったりするので、思いを乗せた、やはり歌という形で何かこの日、届けられたらなと思います。で、この日はですね、閲覧してくださった、から限定にはなるんですけれども、ライブの最後に、今回ヤクへの土産話の一つでもあるんですけれども、アシュベリーで、今年、新曲をリリースいたします。その、曲の、ミュージックビデオをね、ライブの最後に、先行で、ご視聴いただけたらなと思ったりしておりますので、ぜひぜひ、ファンの方々も、そして、初めて見るよという方もね、ぜひ見に来てもらえたら嬉しいなと思います。そうやってね、ヤックンとの馴染みがあるなしは関係なく、僕個人的にはこのライブでヤックに届けたいという思いもあるんですけれども、見てる方々だったりには、人をね、対象が人でなくてもいいんですけれども、こう思いを、持って、好きだっていう思いを持って、本当にここまで力強くなれるんだとか、思いってずっとこの世にいなくてもね、ずっと持ち続けることってできるんだ、心の中に生き続けることってできるんだ、それがすごく自分にとっては、パワーになってたり糧になってたり、未だにね、なんかこうへこたれてるしてると天国からこう見られて、何やってんだよって怒られたりするんじゃないかなとも思っちゃいますし、いろいろとこう人を思ったり好きだという気持ちっていうのは本当にこうパワーになるよと、そういったものが伝えられたらなと、ステージを通して伝えられたらなと思いますので、ぜひよかったらご覧ください。いちご桜です。よろしくお願いします。アシュベリー検索岸田でした。